明日のゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずは7月30日本日いただいたリポートですが、千葉県千葉市ではこのように道路が冠水してしまいました。一時的な急な雨ですね、こういった状況をもたらす恐れがあります。では明日の予想を見ていきましょう。明日7月31日も関東や近畿から中国、四国地方でリスクが高くなっています。特に関東では千葉県や茨城県、栃木県などで高く、中国、四国地方も東部を中心に雨雲が発生する恐れがあります。天気の急変にご注意ください。こういった急変のサインが現れたら注意が必要です。ご自身がいらっしゃる場所の空が暗くなってきたり、雷鳴が聞こえる、もし聞こえてきたらそれは15キロから20キロメートル以内に雷雲が迫ってきている前兆です。そして冷たい風が急に吹く、こういったこともですね、発達した積乱雲の近づいているサインとなりますので、皆さん注意をしてください。明日も晴雨兼用の傘をお持ち歩きください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。